everyday moments are the important moments that connect us. Kia ora, Nagoya. みなさんこんばんは。8月3日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋お送りいたします。あのね、王子ね、つい最近ね、散髪しましてね、カリメロみたいになっちゃってんだよね。みんなカリメロわかるかな。滑り王子マスクマンでございます。はい、カリメロわかる世代です。そして2回目のワクチン接種で副反応が辛かったけど、もう元気もりもり回復、味噌煮込みスキーと、あのですね、あ、聞こえるかなこれ、会社、私、まあ、会社員なんですけども、会社の車がありまして、アリがですね、車内に湧いたみたいにして、そのアリで体刺されて、チクチク刺されて痒くなったダンサーズでございます。それ痛いよね、本当にね。でもどっから来たんだろうね。湧いちゃいました。だからいつもあれじゃないの、あの、アイスクリームと、ガスでしょ？そう、アイスクリーム食べてるから。やっぱりね。ね、今暑いからポタポタ落ちるからね。アイス食べてんだろうな、内緒で。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、マッサージ。今週のテーマはマッサージです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナー。本日の電話のゲストはリスナーさんになります。22時13分頃からとなります。誰でしょうね。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き、元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ、先週のハンバーガーのテーマでもう1つ来てますので紹介します。はい、お願いします。ラジオネーム、ゆうきさん。ありがとうございます。キウ名古屋の皆さん、こんばんは。はじめまして。あら、はい、はじめまして。はじめましてですね。ありがとうございます。ありがとうございます。去年の12月の初め頃まで、某 M ドナルドで働いてました。たまにチーズバーガーのチーズ抜きやエッグチーズバーガーの卵抜きの注文があり、チーズバーガーはハンバーガーにチーズが入っているだけで、エッグチーズバーガーはチーズバーガーに卵が入っているだけです。その何年か前に嘉手納の道の駅のレストランで働いていて、ある日タイガースのマートン選手が来店し、注文したジャンボチーズバーガーは僕が作りました。ほら。おお、すごい。はい、そうなんですね。あら、マートン選手はなかなか有名な人でしたよ。有名ですよね。あ、それジャンボバーガーっていうのがあるんですね。あ、道の駅のレストランにね、うん、あるんですね。でも、あの、いろいろね、このトッピングしたりとか抜いたりとか、いろいろできるんですもんね、そのハンバーガーはね。あ、チェーン店のあそこはそうですね、うん、できますよね。うん、はい。ね、でも、すごい、すごい凝って、何々抜きって注文するけど、
じゃあそっちのやつを注文したらよかったんじゃないっていう話ですよね。そうだよね。そうだよね。っていうオチなんですよね。そうだよね。だからそれが言いたいがために注文するのかな。ちょっと何々抜きって言うとちょっとスペシャル感はありますよね。スペシャル感だよ。でもねお値段そのままだからね。どうなんでしょうね。持ってもらう方ならいいんですけど ね。抜くとね。まあでもまあお客様のご要望にお答えして。うん、そうですね。そうですね。ね。まあいいですかね。はい。はい、ありがとうございます。はい。ですね、はい。今週のテーマではないんですけどもね、はい、なんか要望というかね。要望。なんかね、はい。はい。埼玉で GO です。GO です。GO です。ジャパン。マスクの奥は素敵なマスク王子？当たり前ですよ。ダンサーズさん、ミトニコミスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はリスナーさんがゲストということですごくそわそわしています。僕の電話番号を教えた方がいいですかね。あのね、電話番号もそうですけどもメールください。メールしたらね王子電話しちゃうんだから。でも電話番号なかったらねかけようがないですよね。うん、ねえ、天下の FM 技能湾の番組急名古屋に電話出演したらもう一流リスナーですね。ではでは、本日も楽しく聞かせていただきます。ということでございます。あのね、本当にね、ゴーさんね、メールをね、うん、いただきたかったな。なんか募集してた時にメールがあればね。うんうん、もう王子が逆に電話しちゃうよ。迷惑だよ。あ、やっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。では、マッサージでいきますね。はい。はい。ラジオネーム、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。テーマ、マッサージ。腰痛持ちのため、高校時代の友人が勤めるスポーツジム内の治療院で、月一でマッサージを受けていましたが、昨年のコロナ禍の営業休止などもあり、この1年以上マッサージを受けていません。自分もストレッチなどをするようにしていますが、早くマッサージ受けたいですね。今日も放送楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の、ね、テーマはちょっとね、王子にとってはね、うん、昔々のことがございますけどね、はい、うん、かなりね、胸にね、ぎゅっとくるようなことがございますよ。どんなこと？昔ですね、はい、この番組の前の番組ですけども、はい、出張のね、マッサージ店、出向いてですね、まあ、各先生にですね、もう素晴らしくね、ツボにはめられましてね、痛くてしょうがなかったもん。ねえ、悶絶が FM 技能案に流れてしまったっていうね、うん。やっぱりね、プロの方ですからね、ピンポイントにね、痛いとこ知ってんだよね。マッサージじゃないもん、あれ。もう、獄門のようだよ、本当に。いや、あれをね、久しぶりに聞いたんですよ、録音されてたやつが。あれ実はですね、5年前なんですよ。うん。あ、そう。はい、5年前。ね、あれからね、だいぶ随分経ってますけどね、はい、もう未だに健康でございますのでね、ね、コロナワクチン2回目接種しても、なんともございません。もう結局ね、副反応よりも滑り菌の方が勝ったっていうことが証明されましたよね。滑り菌怖いですね。ねえ。だって長いこと持ってるもん。ねえ、私たち大丈夫かな？知らないかな？もう免疫ついてるか？もう、まあなた方はね、もうすでにね。もう毎週ワクチン受けてるのもんだよね。そう、大丈夫ですよ。はい。おだまり。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、いきますね。はい。お三方さん、こんばんは。フルムン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。昨年12月に原因不明の倦怠感が続いていたのですが、ある日、たまたま肩甲骨の間をマッサージしてもらったところ、何もなかったかのように軽くなりました。パソコン作業で背中や肩が凝りまくっていたのでしょうね。それから数ヶ月ほど地元のマッサージ店や中山式海行き、かっこマジコって感じ、集中的にマッサージしたおかげでだるさもほとんどなくなりました。肩や背中のマッサージって大切だなぁとつくづく思うこの頃です。そうですね。あ、中山式といえばね、うん、そうですよね。中山式の施術を受けたんですよね。いや、あれは西式ですね。あ、西式ですか。あ、 西式ですね、あら、違ったの。うん、あら、すいません。でも、まあ、いろいろあれがあるんで、ありますね。うん、あ、そうか、西式でしたね、あれね。うん、西式ですね。そうか、中山式、うん、どこで聞いたんだろう、私。はい、でも、何々式っていうか、まあ、そのやり方があるんです ね、うん、いろいろありますよね。なんか、結構聞きますよね、うん、中山式もね、うん。はい。はい、ありがとうございます。はい、ついでですね。
ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。猫は本当は長細いアレックスです。猫は本当は長細い？長細い。まあどうなんでしょうね。こうなんていうの、あの体柔らかくて伸びるってことなのかな。ああ、でも確かに長いですよ。うん、うん、背伸びした時に長い、うん、はい、私マッサージを習っていて、あら、妹の腰や肩を実験台にしています。ゴッドハンドの持ち主と言われているのですが、自分の体はマッサージできないので試したいのです。自分で自分のマッサージを受けたいっす。ああ、でもね、あの自分でやるとこうなんていうのかな、こう手加減しちゃうっていうのかな、うん、なんかあんまり上手くできないですよね。で人にこうね、あのやっていただくとか、あのやって差し上げるっていうとまたこう上手くできるんですけど、うん、もうアレックス自分でやるのって難しいですよね。難しいですよね。アレックスさんの場合こうマッサージを習ってるっていうことですので、セルフマッサージすごいな。もうあのセミプロ王子やってほしいんだけどね。あの誰も反応しないね。はい、ということで、はい、はい、じゃあこの後 CM ですね。はい、はい、CM の後は電話ゲストリスナーさんになります。誰だかな。楽しみ。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良桜花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日はリスナーさんが参加していただけるということで、すごい、今電話がつながっております。はい。こんばんは。こんばんは。どうも、いつもお世話になっております。ラジオネーム、ラジオネームを教えていただけますか。ラジオネームは、泉佐野の特急サザンです。あら、サザンさん。サザンさん。お久しぶりでございます。お久しぶりです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。サザンさん、今そちら、どうですか、大阪の方は暑いですか。暑いですね。ああ、もう暑いとなると、やはり、この人に一回冷やしてもらった方がいいのかなと、
で、この人に何か、この、質問があるんですよね。質問ありますね。あ、これは、じゃあ、うちの、じゃあ、滑りの達人に変わりますので。ずっとみそちゃんかと思ってたんだよね、次はね。いえいえいえ。いや、どうぞ。ね、僕、ちょっと人前で喋るのがちょっと苦手で、で、同僚とか、上司からも、お前の喋りは淡々として面白くないと言われてるんですよね。で、はい、王子はやっぱり、喋りが得意だと思うんで、その、ね、アドバイスか何か、滑りじゃないんですけど、聞きたいんですけど。サザンさん、滑りはうまく喋れるでしょうかね。ね、間違えてるよ。王子はね、いつもね、真面目に喋ってるんだけど、ただね、はい、各方面いろんな方々から滑ってるよって言われるだけでね、私、本当にね、真面目に喋ってますからね。ちょっと、まあ、なんていうんですかね、もともとこう、おしゃべりっていうのはあると思うんですけども、はい、なんていうんですかね、自然体にも普通の会話をするような感じで、まあ、上司の方ともね、ただ、まあ、敬語は使うと思うんですけども、はい、それで、はい、リラックスしたような感じでね、お話をね、はい、していけばね、まあ、ね、今の私とね、喋ってるような感じで、うん。喋っていけばね、全然いろんな方ともね、おしゃべりできると思いますし。サザンさん、僕ね、はい、王子、そんな風に思ったことないですよ。いつも滑らかに、いつもおしゃべりしてるじゃないですか。ああ、そうですね。うん。お黙り。でしょ？だから、その感じでいいですよね。お黙り。うん。ね、もう、本当はね、もっとね、王子もですね、きちっとしたね、お話がしたいんですけどね、どういうわけかね、はい、口が滑るんですね。ああ、自分で言っちゃった。滑りじゃないです。口が滑っていろんなことを喋っちゃってね、後からね、お叱りを受けることが多いんですけども。はい。うん、ね、きちっとしたお話ができる方、隣にいますので。はい。いえいえ、今のアドバイスで大丈夫ですか、サザエさん。大丈夫です。いいんですか、大丈夫だよ、本当に。もう一つ。うん、はい。もう一つね。はい。以前、マスクマンさんに王子に写真もらったじゃないですか。はい。ブロまだ持ってるんですけど、まだ持っても大丈夫なんですか？ありがとうございます。あれはね、もうこれからね、それこそですね、今のね、コロナ禍の中でもね、はい、病原菌がね、いろんなところに振りまかないようにというね、祈願がされてますのでね、なんせ私ね、はい、今日もね、言われましたけどね、ダンサーズに。滑り菌持ってますので、ね、コロナ菌には負けません。コロナ菌を打ち勝つ滑り菌がね。そうですよ。うん、まあ、大体ね、2回目をね、コロナワクチン接種したら、うん、まあ、ちょっと倦怠感が出たりとかね、熱が出るって言われてますけども、うん、王子なんともなりませんよ。はい、もう、副反応なしだよね。元気もりもり。もう、熱も出なかったね。熱も出なかったね。で、筋肉痛もなかったのね。筋肉痛、ちょっとあったの？筋肉ちょっとありましたけど、全然肩が上がらないとかではなかったですね。普通にだって、ね、仕事もできてた。やってましたね。公務もちゃんとやってます。ねえ。うん、全然問題なかったですよ。あ、そうですか。じゃあ、ちょっと一回し、最後締めていただけますか。あ、そうでございますか。はい。またまたですね、ね、特急サザンさんにお会いできる日をね、楽しみにしてますのでね。うん、はい。もうちょっとの辛抱ですね。はい。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、また本当にイベント等でね、会えたら会えることができたらいいです ね。また王子とおしゃべりしましょう。はい。コーヒー飲んでね。コーヒーなんでコーヒーなの？なんかこう、なんかそういうイメージがあるんですよ。リラックスしてね、おしゃべりしてるイメージが僕多いもんですから。お黙り。サザンさんとね。お黙り。またゆっくり、おしゃべりしましょう。お黙り。はい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございました。はい。はい。ジミサノの特急サザンさんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、続いてのね。ゲストもう、そう。一名いらっしゃるんですか？いらっしゃるみたいなんですね。はい。王子ね、うん、王子がね、尊敬するね、うん、村西徹監督が出ちゃうとね、もうドキドキしちゃうんだけどな。何が出ちゃうと？いやいや、村西徹監督が出ちゃうと、うん、で、もうね、電話越しにもういきなりで、うん、ナイスですね村西徹監督はこの番組聞いてないんじゃないかな、ちょっと。え、やっぱり。ね、もうそういうね、大物のね、もう王子がね、尊敬するね、方が出ちゃうとね、うん、もうドキドキしちゃうんだよね、本当にね。はい、繋がりました。あ、繋がりましたか。はい、じゃあ、はい、じゃあゲストお二人目。ですね。はい。はい。ラジオネームお願いいたします。あ、こんばんは、トニモン団長です。こんばんは。こんばんは。どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。あの、とにも団長さんからちょっとね、いろいろこう資料をいただきまして。資料、はい、資料。いろんなこうね、学校関係の役員をやられてるってことでございますけども。うん、大変、はい、そうです。大変ですよね。はい。大変ですね、やっぱり。そうですね、今年度は、うん、まあ、コロナ禍の、また、中での、役職を務めさせる形になりましたけれども。はい。はい。子供たちに今年こそ笑顔で、一年過ごせるような、うん、楽しませるような行事とかを考えたりとか今している最中なんですけど。あら。やっぱりですね、そういうお母さん方のね、お力添えがあってね、子供たちもね、楽しい学園生活がね、送れると思いますので。はい。王子の、ね、宮殿にもね、おつぼね様っていう方がいらっしゃいましたね。はい、役員マニアと言われてまして、幼稚園でもなんかね、会長やってて、子供会でも会長やってて、地域の役員でもなんかやってて、PTA でもやってて、もうね、近所の方からね、ところのね、宮殿の方ね、お坪様はね、やっぱり役員マニアかなっていうふうにね、本当に言われたぐらいのことですから。もう、そうですか。うん、お断りにならないっていう方でございますので。お黙り。あげくの果てにはね、PTA のね、バレーボールもやってましたね。もう忙しいですね。うん。だからね、フィットネスクラブ行くよりね、体を動かしてるっていうね、そんな風にもね、私は思ってましたんでね。ですか、うん、決して若い方ではございませんよ。おつぼね様でございますので。ということは、私もちょっと力になります。だから、やっぱりですね、子供のためにというのも第一条件で、貢献になられてましたんで、うん、やっぱり、ね、子供のためっていうふうで、力をね、貸してたような感じがしますのでね、それも団長さんもね、やっぱりそういう気持ちでね、やられてると思いましてね、私もね、尊敬したいですね。ああ、そうですか、ありがとうございます。もういいかな。トリモン団長さん、はじめまして、はい、ダンサーズでございます。はじめましてとなります。本日ご応募いただいたきっかけというのは何かございましたでしょうか？そうですね、同じ愛知にいながら、うん、私の方は、はい、名古屋から西の方になる稲沢っていう、稲沢市っていうところに住んでるんで、うん、はい。せっかく、なかなかね、こうやって、同じ愛知に住んでいながらも、うん、こう、はい、なかなかこういうこのご時世であっても、なんか、こう、お会いできる機会もなかったので、ちょっと、はい、せっかくなのでお話ししてみようかなと思ってたんですよ。ありがとうございます。いえいえ。稲沢といえば裸祭りですよね。そうですね。はい、去年ちょっと規模今年か規模縮小での開催だったんですけれども、うん、なんとか終わりましたね。うん。まあ、裸祭りといえば、はい、まあ、隣のものも裸になりたがってるんですけども。ぜひ来年は。はい。まあ、どうですか？裸祭りは。裸祭り？はい。はい、いきなりの振りが裸祭りなの？裸祭りはあなた、はい、ね、だいたいお部屋に入れば、裸祭りやってますので。一人で？そりゃそうですよ。どなたが入ってくるんですか？もうはね、そんな、だって、そんなんだったらね、警察型でございますよ。本当に。誰にも見られちゃいけません。ね、でも、警察に引っ張ってもらいたいよね。でも、すごい祭りですよね。考えてみれば、稲沢の裸祭りっていうのはね。そうですね。日本三大奇祭の一つですからね。ですよね。神男っていうんですかね。神聖な、ね、方は、本当に何も来てないんですもんね。そうですね。ただ今年度は、やっぱりこのご時世だったんで、コロナ禍っていうことだったんで、今年の新男さんはもう、衣装だ、着て、の参加になっちゃったんですけれども、ね、はい。あれ、ふんどししてない？いや、今回はふんどしのしてなかったですね。してないんですけど。ただ、今年はちょっと、特別に、ね。ああ、そうです。そうですね、コロナ禍の影響なんで。あ、そうでございます。本当にね、まあ、裸で聞くとね、もう、生き生きしちゃうんだけどね、王子はね。あんまりこれ以上お話するとね、祭りの話してるんだよ。うん。うん、いやいや、もう裸っていう響きにね、反応しちゃうもん。お黙り。いや、本当に。ですね。でもね、うん、なかなかやっぱり同じ県内でもこうやってね、なかなか会えないっていうのは本当に辛いですけれどもね。そうですね。まあ、ね、この、はい、ね、困難を乗り越えたら、また、ね、ね、このラジオ以外でもまたお会いできることを楽しみにしております。そうですね。そうですね。はい。
はい。楽しみにしてます。また、どっかでお会いできることを楽しみにしております。あのね。はい。ぜひ、稲沢もホームを、そうだね、皆さん、遊びに来てください。はい、銀杏パークとかももうできましたので。銀杏パーク？私は、仕事でですね、稲沢や一宮の方はよく行くんですけども。あ、そうなんですか。はい。はい。よく行っております。じゃあ、商業施設のね、はい。リーフウォーク、ありますよね。はい。リーフウォーク、稲沢。ドンキーですね。メガドンキーになりますね。はい。メガドンキーいいじゃないですか。何そうですね。なんか安心しましたね。メガドンキーができたっていうだけで。ね、いろんなものね、充実しててね、面白いですもんね。はい。はい。はい。ということで、お時間となりました。はい。ありがとうございます。とみもだんじさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またこれからもぜひ、キューナガヤよろしくお願いいたします。はい。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどトニモン団長さんが言われてたね、銀杏パークっていうのはね、はい、今、ツイキャスご覧の方はね、葛飾のちいさんがリンク先を貼ってくださいました。ありがとうございます。ご覧ください。うんね、銀杏も有名なんですよね。そうですね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。あれ、もうあれ？もうエンディングなの？エンディングの時間？エンディングですね。はい。早いですね。早いね。まだメールたくさんありましたけど、来週紹介します。はい。はい。はい。じゃあエンディングです。エンディングです。来週のテーマは？ブルーベリー。来週のテーマは品場もろともさん提案のブルーベリーです。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き元部長誠餅店陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中名古屋熱田トッペロン名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓高級木材のご用名は名古屋中川名木個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさんこちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。来週はマッサージのテーマとブルーベリーのテーマでお送りします。はい、はい、なんか健康的なあれだよね。本当です ね。なんか健康食品か何かみたいですね。そうだよね、ラジオのね。あんまり王子にふさわしくないっていう。いや、いいんじゃないの、うん、健康を目指して。ああ、うん、たまには違う、ネオン街はお話とかダメかな。はい、ではまた来週ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。閉店は？閉店は？閉店ガラガラ。お聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。桜井さんありがとうございます。シプリームさんありがとうございます。ナッティンナチコさんありがとうございます。品場もろともさん、そうです、テーマを考えたのでお願いします。メールはいはい、ギネスさんありがとうございます。お茶いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アランド系のパパさんもありがとうございます。うん、はい。な、あれ、何、うんって、なんか言いたいじゃないの？じゃあ、もっといろんな方のね、トリモン団長さん、ありがとうございました。カープボーイさんもありがとうございます。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 では、また来週です。来週も聞いてねー。